山田裕二とメディカリングある甲斐明子の医療ドラマ英語フレーズ。この番組は北米の人気医療ドラマの一場面をピックアップして医療現場で役立つリアルな英語表現を学んでいくものです。はい、始まりました。第1回です。山田先生はね、有名人でいらっしゃるので自己紹介いらないかもしれないんですけれども、一応簡単にじゃあ お互い自己紹介していきましょうか。私は山田裕二と申しまして、現在ですね、ニューヨークのマンハッタンにありますマウントサイナイ医科大学というところの老年医学科で勤務をしております。よろしくお願いします。お願いします。はい、私は医療英会話コンテンツメディカリンガールを運営してます株式会社フィグメント代表の甲斐明子と申します。もともと私はアメリカでアスレチックトレーナーという、向こうでは医療資格なんですけども、そういった仕事をしていて、でその後日本でですね10年ほど医療機器の業界にいました。では早速なんですけれども、1個目のスクリプトを見ていただきたいんですが、まずこのシーンの背景について少しご説明すると、ドラマはですねアメリカのもう超長寿人気番組グレイズアナトミーという、医療ドラマですね。でそれのワンシーンからです。でドクター・シェパードという外科医ですね、外科医の先生が外来で初めて会う患者さんと初対面で接していくという非常に短いシーンですので、ちょっと聞いてみてください。では見ていきましょう。 Hi Mr. Morris, I'm Dr. Shepard. I'll be filling in for Dr. Bailey today. Hi. So you're here for a follow-up? Yeah, I had my gallbladder out a couple months ago.Dr. Bailey was worried because I turned yellow after my first surgery.